はい、皆さんこんにちは、マイニーです。本日ご紹介するのはセリアジェルとセリアの水彩パレット、あとはユニコーンパウダーを使ったアートになります。ぜひ最後まで見ていただけますと嬉しいです。それではどうぞ。はい、じゃあ今日は先に言っちゃいますが、砂ジェルっぽい感じのジェルを作ってやるニュアンスアートになります。でまず最初にヌーディーコーラルを使っていきます。はい、さあこんな感じの色ですね。まあこれはこの上の方にちょっとだけ、まあ透けるんですけど、透けてもいい、別に見えないかな、この辺に塗ってあります。これで一旦硬化します。はい、続いてはこのユニコーンパウダーの黒とゴールド、あとはこのミルキーホワイトを混ぜていきます。先にこれ開けて、よし、じゃあホワイトを出して、ミルキーホワイトなんで真っ白じゃないよ、ちょっとオフホワイト多いかな、このぐらいでいいかな。はい、で少しだけスパチュラにちょんちょんってパウダーを取り混ぜます。っていうかちょっと多かったね、なんとなく。もうちょっとミルキーホワイトを追加。はい、このような感じです。見えますか。はい、じゃあこれでもうユニコーンパウダーはありがとうということで。はい、で今ライトでねヌーディーコーラルを、まあ、先端の方に塗ったものを固めてたんで、これの上に今作った砂ジェルっぽいやつを塗ります。筆はもうね混ぜちゃってるんで変えてください。今日なんだろう、花粉かな、めっちゃ鼻ムズムズする。でヌーディーコーラル塗ってないとこはとりあえず砂ジェルで塗って、まあ、あとはヌーディーコーラル側にはみ出してもいいので塗っていきます。塗りきらないよ、ちょっとムラになっちゃったよなんか久しぶりにミルキーホワイトを使った気がするけど、こんなサラサラだったっけ。ちょっとレベリングするのを待ちます。どうかな、ちょっと足らないとこにちょんちょんって足して、はい、ではこれで硬化します。はい、硬化しました。そうしたら今度はノンワイプマットトップ、マットコート、これを塗っていきます。はい、ではもう一度硬化していきます。はい、硬化しました。そしたら今度水彩パレットのこのセット、パープルっぽいのとブロンズっていうのかな、これを使います。でお水とキッチンペーパー、私は 4、5枚かな。であとはそういうなんていうの、こういうちょっとボサボサになってるけど、水彩とかインクジェルとかねやったりするときに使う筆を使っていきます。もうあとはなんとなくやるんですが、ヌーディーコーラルのところにこの水彩パレットを使っていきたいと思ってます。もう塗る感じで、で砂ジェル、この白いところにはみ出てもいいのでやっていきます。意外と色薄いかな、どうかな。あ、これブロンズかなと思ったけど意外とピンクなの、ほらゴールドっぽいピンクなんですね。ピンクゴールドとはまた違う感じのゴールドっぽいピンクとパープルだ。うん、パープルがねもうちょっと濃い方いいかな。意外とこうなんだろう、水の量と配分がなかなか難しいよね。ちょっと混ぜ混ぜして、であとはお水でちょっとこうぼかす。
どこっちから見たらどう？ちょいバランスを変えよう。もうちょいこっちにこの色を欲しいよっと。さあどうでしょう、このぐらいにしておこうかな。あとは乾くのを待ちます。ちょっとねこの辺とか今やったばかりのところは水がまだ蒸発してないので、このまま少し待ちます。これはちょっとねしまうよ。さあまだ乾きません。ちょっと待てないわという時は筆をちょっと水分吸い取ってからの上に当てます。さあもうちょい待つよっと。あ、良さそう。じゃあ乾いたのでこの上に、ちょっとサラサラがいいなと思うんでベース&トップを上に塗ります。はい、ではこれで一旦硬化していきます。はい、では硬化したのでグワングワンしてる。これでトップを塗っていきます。普通のノンワイプマットで、ノンワイプマットじゃない、ノンワイプトップで。はい、じゃあ硬化します。はい、完成しました。これここ砂ジェルっぽく見える？肉眼では見えるけど、はい。かわいい。見て見て見て。ほらほら。今回はパープルとなんかゴールドっぽいブロンズっぽいのかなと思ったらピンクっぽい感じでしたが、こう光に当てるとねゴールドの2色のインクじゃなくて、インクって言っちゃう。インクじゃなくて水彩パレットを使いました。でここの水彩パレットのこの下のベースカラー、ヌーディーコーラル使ったんですけど、別に全部砂ジェルでもいいし、普通の白っぽい色でもいいと思います。ただちょっとね、若干透明感を出したくって、でも透明感ありすぎると水彩パレットちょっとあんまりわかんなくなっちゃうんで、っていうことでヌーディーコーラルを今回使いましたが、皆さんはその辺はお好みで使い分けてみてください。で、ここの水彩パレットの色もなんかグリーン系、ブルー系、あとはもうゴールド系もあるはずなので、そちらをお持ちの方はぜひねお好みの色でやってみてね。さあ乗せましょう。そうそう、私とりあえず今クリアなんですよね、爪が。もうちょっとなんか色塗りたいけど、はい、乗せるとこのような感じになります。かわいいね。これここブルーっぽいグリーンっぽい感じでもいいかも。今回はちょっとピンク系でやってみましたが、いかがでしょうか。これやるならこの下の砂ジェルだけの色のとこもあったり、この水彩パレットの幅ね、この塗る使う幅を変えてみたりっていう感じで10本同じ感じでもいいんじゃないって思います。はい、では本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それじゃあバイバーイ。